お出迎えだな。ジャックがいれば負けないさ。 発見。珍しい。よかったな。じゃあ、麻痺してるよ。 危なかった。敵が強かったな。卑下しなくていい。 当てにしてもいいか。あんたに頼まれると力が湧いてくる。健康だ。 闇が濃いな。間違いない。この先にいる。 キューブがあるな。さてどうするかな。
俺たちはカオスを倒しに来た。予言の光の戦士かもよ。ほう。いつも立派な鎧姿で、顔には恐ろしげな仮面をつけています。ガーランド？違う、私はカオスとなるものだ。下げられたか。気をつけろ、これまでとは違うぞ。ジャック、やってやれ。闇に囚われた人間か。あとで尋問してやろう。なんかヤバくなってきた。無理は禁物だぞ。こいつの攻撃どっかで見たことない？ジャックと似てないか。かもな。だが俺の方が上だ。愚か者め、覚悟しやがれ。顔を見てやろう。待て、俺の水晶が震えている。ああ、共鳴だ。俺のもモンモン震えてる。私はネオン。カオスにはなれなかったのか。順を追って説明してくれるかな。私は仲間たちとカオス退治の旅に出た。旅は困難を極め、仲間は一人また一人と減る。そんな中、私は真相に気がついた。カオスという人物、あるいは魔物は存在しない。それはある種の幻想に過ぎない。闇や魔物、そして何より人々の心を蝕む終末思想、それらは全てカオスという怪物の仕業。そう信じ込むことで、コーネリアの人々はカオスを倒せば世界は救われるという希望を生み出したんだ。だから私は闇に身を委ね、カオスになって倒されることを望んだ。
人々が幻想から覚めることができるように。くだらん。カオスへの思いはまだここにある。つまりカオスはどこかにいる。俺は続けるぞ。私も行くから。この世暗黒に染まりし時、四人の光の戦士現れん。この四人で決まりだ。カオスはいないなどというやつの居場所はない。それならカオスに合わせて謝るし、あんたの言うこと何でも聞くから。面白い。一度城へ戻ろう。パトロンには嫌われないようにしないと。Thank you.
忘れてた。街はこうだったよな。え、あんたもすぐ忘れる体質？体質？そうかもな。俺たちもいろんなことを忘れちゃう。類稀な戦闘力の代償だと思う。カオスに挑む者に世間のしがらみは邪魔になる。つまり忘却は慈悲だ。へえ。誰の？私たちがあれこれ忘れてしまうこと、そもそも記憶がないとか、これは誰の慈悲だ？さあ、忘れた。なあネオン、あんたがここへ来たのはいつだ？あれは10年前のような、昨日のような。と、大体以上です。カオスはいなかった。おじけづき逃げ帰ってきたのではなかろうな。時にそこの娘よ、お前もクリスタルを持っているのか。一度お目にかかっているはずです。まあよい、4人ともクリスタルを持っているのだな。漆黒だがな。ついに光の戦士が揃ったか。そなたらを光の戦士と見込んで、ルカーンの予言のすべてを伝えよう。すべて？この世暗黒に染まりし時、4人の光の戦士現れん。戦士たちは光のかけらを携え、闇に覆われし4つのクリスタルに輝きを取り戻さん。この世界には4つのクリスタルがある。火、土、風、水の4つだ。そのクリスタルが闇に覆われた結果、火は暴れ、風は闇、海はよどんで、大地は腐った。民の心も混沌の闇に飲まれてしまったようだ。俺たちにクリスタルを覆う闇を何とかしてこいということか。ああ、引き受けてくれるな。カオス討伐はどうなる？全てのクリスタルが輝きを取り戻した時に、お前たちはカオスを倒したと胸を張ることができるのではなかろうか。王よ、それはカオスはいないという意味か。古来より伝わるカオスなる怪物の逸話、それは一つの希望だ。カオスを倒せば平穏が訪れるという希望。そう、カオスなどどこにもいない。しかし新たな希望が今ここに、こうしてしっかりと存在する諸君がいる。ああ、なんと力強い希望だろうか。ジャック、アッシュ、ジェド、ネオン、この世界を混沌の闇から救ってくれ。
今後のことは私から説明しよう。
君たちが闇から解放すべきクリスタルの所在だが、まず北の端から大陸へ渡りプラボカへ行け。そして監督官のソンヌ長官を訪ねる。お、ジャックの旦那、神殿から帰ってきたばっかだろ。大臣が宿代払ってくれてるんだが、うちで休んでくかい？ああ、うん、それがいい。そして探検の旅が始まった、そして探求の旅が始まった。そして探求の旅は始まった。4人の若者は光の戦士として自らに与えられた使命の大きさと待ち受ける波乱の運命にめまいさえ覚えるのであった。その意味さえ知らずに4人が持つ4つのクリスタル、遥か昔その中に輝きが宿っていたという。さあ旅立つのだ。この世界を覆う暗黒を振り払い、平和の光を再びこの地に。
俺たち嫌われてる？城から来たんだろ。だったら父さんの仇だ。父親はどうした？王様の命令でクリスタルを探しに行って海で死んだんだ。それは俺たちではなくカオスの仕業だ。王様にも責任はあるだろうが、本当に悪いのはカオスだ。そうだけど、俺たちはそのカオスを倒しに来た。コーネリア中の親を亡くした子供たちに代わって親の仇を討つためにね。ジャックも何か言ってやれ。ソンヌ長官はどこだ？長官も死んだよ。今はビッケ船長がまとめ役なんだ。どこにいる？向こうにある洞窟のその奥。町からだいぶ歩いたけど、ここがあの子の言っていた洞窟かな。他に洞窟はなさそうだ。入ってみよう。ジェド、頼めるか？見ててよ、ジャック。いつもこうだといいんだけど。出てきたか。蹴散らしてるさ。そんなものだな。よくやったな。次も頼むぞ。
奴らの巣には気をつけよう。もう終わりか。次も頼むぞ、ジャック。空気が違う。まるでいい世界だな。ああ、重い。俺、ここに来たことあると思う。その感覚はよくわかる。でも気にしない方がいい。どうせはっきりしないんだから。そう？まあ今は気にしてもそのうち面倒になる。前を見て歩いた方がいい。よし、行くぞ。弱いな、相手にならん。圧勝だな。大歓迎だな。叩き潰すぞ。止まれろ。地面にも蜘蛛の糸が。これで行く。キューブ見つけたよ。さてどうするかな。あれが海賊か。注意した方がいい。海賊に私たちの理屈は通じない。魔物と同じだ。向かってくるなら蹴散らせばいい。敵発見。逆、戦おう。やるな。調子に乗るなよ。
出迎えだな。ジャックがいれば負けないさ。体勢を下げられたか。やれ。次は気をつけよう。怪我は手当てしておけ。宝箱か。うわっ、酒くせえ。この匂い、かなり危険な酒だぞ。ボコボコにしてやれ。敵だ。やるぞ、ついてこい。終わりだ。浅はかだな。これで隠したつもりなのか。やるな。つまらん相手だったな。やるか。さっと倒そう。なんと、マジか。なんかヤバくなってきた。落ち着いて対処するしかないか。だいぶ弱ってきてるね。お宝発見。珍しいな。よかったな。
者だ。大歓迎だな。よく戦おう。鍾乳石使えない？幻想的だ。海賊は不思議な場所にアジトを作るな。キューブ発見。調べておこう。冷静は良くないだ。冷静に冷静に。猫の魔物、可愛げがないぞ。本当の猫なら良かったのに。また様子が変わった。来るぞ。気をつけて。様子
形が変わった。やりましょう。あの攻撃をどう抜かして止めたいが、体勢下がってるっぽい。やるな。シリーズだ。鍵を飲み込んでいたのか。いくらお腹が空いてたって鍵なんか食べなくても。敵発見。叩き潰すぞ。ジェド、頼めるか。見ててよ、ジャック。ビッケ船長。あの船の雰囲気、この辺のものって感じがしないな。海賊船だからじゃない？なるほど。ということはビッケ船長はあそこかな。ロール！ダッシュって意外とビビリ？倒そう。張り切りすぎたかな。勝って当然の相手だ。なんだよ、こっからじゃダメか。乗り場は別の場所らしい。あそこにキューブが見えたぞ。調べておくか。
さて。出てきたか。さあ、やるぞ。せい。終わりだな。敵だ。やるぞ、ついてこい。巣が張り巡らされているな。お出迎えだな。ジャックがいれば負けないさ。お疲れさ。やるか。敵が集まってきそうだな。さっさと壊せば大丈夫。ジャック、やったな。敵も邪魔はないね。弱点を見つけたぞ。邪魔だ。おお、こんな世界でも綺麗な場所はあるんだな。俺たちが行くのは闇の中。こんな場所はさっさと通り過ぎるぞ。これで行く。キューブがあるな。ここにあるんだ。覚えておこう。
Thank you.
よっ。喜べ。敵を呼び出すつもりか。逆、騒がれる前に始末。来るとは、どうやらてめえらは本物らしいな。あんたがビッケか。ビッケ船長だ、キャプテンビッケ。俺たちはクリスタルを探している。孫の長官に会うように大臣に言われてきたが、今ではあんたが町を仕切っていると聞いた。おいよ、海賊が役人代わりとは、なんて世の中だって話だよな。これこそ混沌の闇だ。カオスだけにな。クリスタルはどこにある？海賊の冗談はつまんなくても笑うもんだぜ。面白いじゃねえか。
が取るんだ。冗談で痛がってる。お前バカか。さっさと死ぬ。ラコが。行くぞ。そこまでだ。襲うべき船も奪うべきお宝もね、海賊稼業上がったりでクサクサしてたんだが、てめえらのおかげで気分がいい。クリスタルの在りかはアストスってやつが知っている。この船で連れてってやるよ。アストス知ってんのか。いや、何者だ。ダークエルフの王を自称している。ただのエルフじゃねえぞ。ダークエルフだ。どう違うの。エルフ千人の命を吸い取って永遠の命を手に入れたとか、カオスと取引して身の毛もよだつ魔法を手に入れたとか、伝説はいろいろだ。カオスと取引だと。まあ真相は本人に聞けよ。いい旅になりそうだな。え？